はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー佐田誠吾の誠チャンネル、今日もご視聴よろしくお願いします。はい、むちゃくちゃ久しぶりなんて申し訳ないです。3週間ぐらい空いたんちゃうかなっていうぐらい空いちゃいましたけども、非常に申し訳ございませんということで、今日は何の動画を撮ってるかというと、去年のね、2023年の、ジャパン皆さん応援ありがとうございましたということと、まあ今シーズンのね、ちょっと目標なんかをここで動画にしていきたいなっていうところでですね、特にこう投げたりとかレクチャーしたりする動画じゃないんで、今ちょっと話をね聞く感じになりますけど、流してみてもらえたら嬉しいです。はい、それでは今日も張り切っていきましょう。はい、ゴー。はい、ということでですけども、今日はまず去年1年ですね、2023年ジャパン、まあ他にもいろいろありましたけども、皆さん応援ありがとうございました。はい、まあ、結果的に年間ランキング2位ということで、まあ満足してるしてないで言ったらね、ちょっともうちょっと行きたいなっていう気持ちはありましたけども、まあダーツ始めてねもう20年近くなりますが、まだまだ戦えてるんだぞっていうところをね、こう見せれてることは嬉しいなと思っております。はい、でまあね、それを終えてすぐちょっと皆さんにね、応援ありがとうございましたみたいな動画出したかったんですけど、まあ早々に終わってアワードがあってエクストラステージがあって、なんだろう、スーパーダーツのね撮影だ、まあ、他にもちょっとまだオープンにはしてないですけども、いろんな撮影だなんだっていうのがあって、ユニフォームだったり、新しいねスポンサーさんとのちょっとやり取りとか、まあ、いろんなことがあってちょっと動画が遅くなってしまいました。はい、今日この動画を得て皆さんにちょっと感謝の気持ちを伝えつつ、まずはこの2024年シーズンのねちょっと目標をちょっと行えていこうかなと思います。まずですね、もうこの動画上がってる、もう来週にはもうジャパンがね開幕するということで、もうほんとちょっと休む期間もないぐらいやったんですけど、まあその間も D ツアーだったりね、アジアツアーだったり、たくさんあったんで、ほとんど何もできず、バタバタ試合してた感じなんですけど、まず今年のシーズン的なものでちょっと追っかけたいなと思ってるものは、まあジャパンが一つと、あとはね、ジャパンツアーっていう、なんだこう、スティールの PDJ がね、ツアー化したっていう、まあ、そのジャパンツアーを追っかけたいのと、あとは D ツアーとアジアツアーもちょっと出れるとこなるかなみたいなのもちょっとあったりとか、まあ、しつつ、あとは何やろう、とりあえずスーパーダーツをね、ちょっと。いい結果求めていきたいなっていうのがまああります。はい、なんでね、まあ4月5月ぐらいはもうジャパンからスーパーダーツからフィドからアジアツアーから、ジャパンツアーをバツバツでシェアありますけども、まあ、ちょっと調子を崩さないようにしつつ、こういい結果をね出せるように頑張っていきたいなと思います。はい、はい、ということでですね、今年2024年、まあ自分が何をやっていくか、何を軸にねダーツしていくかっていうところをまあお話しさせていただいたんですが、まあでもやっぱ当面の目標はスーパーダーツかな。ちょっといい結果をね出していい試合をして、皆さんにちょっと恩返ししていけるようにね、していきたいなというのと、あとはまあジャパン、そうね、スティール、まあ、大変よね、マジで毎週何かしらの試合があるんで、大変やなと。で昨日もちょっとツアーもね、ジャパンのツアーもちょっといろいろ見てたんですけど、高いしね、まあでもそういうのもねみんな同じ条件なんで、まあ頑張っていこうかなと思います。ということで2024年今年も、浅田誠吾を応援よろしくお願いします。 YouTube の方もね、まあ、どん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 ちょっと撮っていって、どんどん更新していきたいと思いますし、またいろんなとこね撮りに行ったりしたいんで、ぜひ
皆さん、ご視聴、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。それでは簡単になりますけども、今年の目標と昨年1年応援ありがとうございましたという動画でした。またよろしくお願いします。ありがとうございました。